どうもあゆ太郎チャンネルのあゆ太郎でございます。今日はですね、皆さんご存知のあのソフトテニスマガジンってあるじゃないですか。そのソフトテニスマガジン編集部があるところに今からあゆ太郎行ってきたいと思います。なぜかと言いますとね、あゆ太郎に取材をしてくれるそうなんで今から潜入していきたいと思います。はい、ただいまベースボールマガジン社に着きました。で、今目の前にね、ソフトテニス編集部のソフトテニスマガジン編集部の方がいらっしゃいますので、今からいろいろお話ししていきたいと思います。お話とか僕が質問を受けるみたいな感じです。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。こんな感じですね。皆さんご存知の通り、僕の写真も撮ってくれてます。ありがとうございます。じゃあ今からお話ししていきたいと思います。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、きっかけを聞いていってもいいですか。きっかけですか。はい、はい、それを見てすごいなんかみんなが見てくれて反応を返してくれて89。これはYouTube グループで、まあ、一応ソフトテニスの高校までやってるレベル、高校の、うん、そういう感じで、ちゃんとこうちょっとスケジュールがあって、はい、それ通りにこう撮って、結構ソフトテニスを始めたきっかけって何だったんですか。あ、始めたきっかけですか、うん、僕も完璧テニスの王子様ですね。あー、はい、こうの方がいい。右でこういう感じでこれ持って、うん、で、そう上でいいですか、これ持ち方。あ、それでいい。もっと元気よ。元気よ。オッケー。皆さん、ソフトテニスマガジン結構見てる方も多いと思いますので、ぜひ2月号でいいですかね。2月号販売してるので、お近くの書店でお買い求めください。よろしくお願いします。で、まあ、これからまだわかんないですけど、ソフトテニスマガジンのね、レビューとかもいろいろやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。ではまた。